にわかですが、平家伝説マニアになりかけている赤とんぼです。全国に展開している平家伝説ですが、高知にも多くの平家伝説が未だ残っています。山岳ライドをしていると、あちこちで平家の痕跡に出くわします。まあ高知の山奥はご多分に漏れず、住民の高齢化が顕著で若者がほとんどいないことを考えると、その平家伝説も風前の灯火かもしれません。そこで2022年に見聞した高知県内の多くの平家伝説をシリーズでご紹介したいと思います。まずはイントロとして、平家伝説が未だ生きている奥神ヶ山、中津明神山、鳥形山の 1500m クラスの山々のサイクルライドです。これ以外にも平家伝説が宿る鉱山はいくつもあるのでが、まずはこの三山が目を引きます。残念ながら安徳天皇の陵墓参考地のある鳥形山は石灰石採掘で山そのものが消滅しかけています。三山の頂上にはまるで宿敵の源氏の追手を払うかのごとく鳥居と祠がすくっと立っています。かなり霊剣あらたかであります。戦いに敗れた兵士の魂を鎮めているかのごとくであります。ほら、追う源氏と逃げる兵士の残像が現れていませんか。Thank you.